ねえ、かわいいポーズ。お顔隠し。Danke. Hey. おとちゃまも見るから濃いです。はい、はいはい、おしはい、はい、あーちょっと怖かったでしょ。なんくんでもいいもん書かれて今日一番のシャです。あー、はいはい、そんなに、いや、いはい、また怒った。毎日飽きずに怒りましょ。おしょ、はいはい、大丈夫だよ。はいはい。保護される以前のジャン君に何があったのか、それは誰にも分かりませんが、うちに来た時には大変な人間嫌いで、人を見るとシャーシャー威嚇していました。ジャン君は下町のスーパーの駐輪場で保護されました。ジャン君は人間が怖くてつい攻撃的になってしまうようです。そんなジャン君に信頼されるには、まずその威嚇や攻撃は怖くもなんともないという振りから始めようと思いました。はい、ジャン君、はい、さあ、痛い、痛いね、はい、気がついてないかな。痛い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 っていうの、はい、はい、どうぞ。それ落としたら食べられないって、はい、どうぞ。いいてもうそこから落ちるよ、ほら、ね、ジャン君の威嚇を恐れずに手からご飯をあげたり、ケージの外から猫じゃらしで遊ばせたり撫でたりすることでシャーシャー気は落ち着いたようです。3ヶ月かかりましたが、ケージの扉を開けました。
ジャン君は人の手が特に怖いようで、直接触られることをとても嫌がります。そこで考えたのがパイプ掃除用の少し長いブラシで撫でることでした。ジャン君が家に来て4ヶ月経ちました。3ヶ月目と4ヶ月目はあんまり変わりはないんですが、ちょっと触ってみます。パンチが効きません。ちょっと怖がっているのはかわいそうですけど、だいぶこれでも進歩かな。いいよ、触らないよ。ブラシを取ってみよう、ね、これならいいね。はい、大丈夫大丈夫。はい、大丈夫よ。この安価なブラシはとても効果的で、ジャン君のお気に入りとなりました。そして徐々にブラシの長さを短いものにして、手との距離を近づけていこうというわけです。いつかは素手で撫でることを目指します。ジャン君、僕たちの息子になってくれないかな。人間の中ではあんまり上等な方じゃないけど、僕たちはね、君のことが大好きなんだ。
なんでそんな、何そんなのよ、じゃん。お尻を触ったのね。うるさい。そんなに怒らなくてもええのに、いいじゃん。ジャン君。ケン君。怖い？大丈夫だよ。ブラシだとよくて、なんで手がダメなのかな。大丈夫だよ、ブラシ持ってる、ほら。そこ、ブラシやりにくい。弾すぎてやりにくいよ。刺したね。ママだと大丈夫かい？ジャン君と出会ってから1年が経過して、初めてママがジャン君の背中を撫でることに成功しました。これは画期的な進歩で、ジャン君が心を開く第一歩になりました。
じゃん。手の甲につけてやると届きます。うん、いいんじゃない。葵さんも猫語で会話してください。よく猫語で会話する。でも今日猫語じゃなくてもさ、泣いてるよ、うん、泣いてるよ。ヘヘヘヘヘヘヘおお、返事したんで、ジャン君。声の高い女性の方が猫には好まれるという説がありますが、孫いママはそんな中でも超高音の持ち主なので、ジャン君との会話が可能だったのではないでしょうか。ここからママ先行のパターンが始まります。爪研いだよ。お、琵琶を交換したいんですけど。ジャン君、受けてきて、ジャン君。琵琶。はい、そうなんですね。首輪はどこかな、外したからはね。お、どこかな、あれ。後ろ回ってる。後ろっていうか、ここの、そこの。あれ、噛まなくていいんだよ。これかな、これかな、これかな。うん、見せてね、ジャン君。
かまない、かまない、かまないな。あ、出れた。シュルシュルシュル。これは迷子札を作ってもらいました。合ってる？うん。裏は名前、うちの名前と、携帯の電話番号が入ってるのね。ちょっと見せられないけど。で、何、金属に、まあ、透かし彫りじゃなくて、あれしてあるので、水に濡れても消えません。消えません。はい、じゃんくん。はい、ちょっとびっくりか？あれ、ちょっときつい？あれ、なんでだ？あれ、きつい？さあ、止め方がちょっと難しくない？あ、大丈夫。こっちの方がやら、あれ、ちょっときついかな？出て、出て。あれかな、こっち、少しが、伸びる、ちょっとこう、ゴムみたいな。大丈夫、大丈夫。指入る。おっちゃんも映り込んでる？あ、出てだけね。あ、顔が映ったよ。もうちょっとこっちにしたい？あ、ちょてるちょてる。あ、ちょてるちょてる。気がついてない。すごーい。ジャン君が人と暮らすようになって1年間は、怖いこと、嫌なことがなかったことで、少しずつですが、心を開いてくれたように思います。パパはグイグイ、ママは優しく接していきます。ジャン君、ジャン君、こっちですよ。はい、ほっぺにチューでした。
はいはい。じゃあね。足が変な体勢なんです。少しお腹の中って下に足めり込みました。あ、乗っかったけどこれは乗ったと言っていいんでしょうか。この頃やっと本格的なスキンシップが始まり、ジャン君の人間不信が消えていくように思いました。どうですかジャン君ジャン君変じゃない？ジャン君変なポーズだよ。ジャン君いっぱいぐるぐるしています。もう3センチぐらい浮いてんじゃないか。結構浮いてるよ。でも結構浮いてるよ。ちょっとシュッと避けてみるとか。もうね、お尻にはぴったりくっついてるよ。そっか。ね。なんかちょっと変だなって思ってる？ジャン君。まあ、ジャン君の方から近づいてこないと。まあね。一回やって思っちゃうとね。そうだね。手をこうやって自由に入れられるようになったから。すごいね、ジャン君。すごいね、ジャン君。Thank you.
こしよう。うん。いいじゃんけん。じゃんけん。はいはい。おにゃか。じゃんけん。かわいい、かわいい。はい、おなかおなか。じゃんけん、かわいい。臭いでしょ。ジャン君。いやー嬉しいですね。ジャン君がここまで甘えてくれるようになるなんて正直思っていなかったので少し感動的です。もう一回ジャン君
楽しそうに遊ぶジャン君の姿を見るのは嬉しいものですね。本当の家族になった感じがします。足の間でくつろいでます。ちょっと眠そう。よく寝るし、いいよ。こっちの方がいいかな。すごいじゃん、こうなった。耳が出るとかないの。ないの。取れよ。いい変異。
なんだかちょっと愛っていうか絆っていうか、確かに信頼感でつながっている気がしています。ジャン君が見上げる瞳に温かいものを感じます。大丈夫。こっちはこんな感じです。ちゃんくん今日は積極的だね。いや、見てただけだね。ちゃんくんはこれまでの生活で人間を信頼することを覚えて甘える気持ちになったところです。そこに現れたのが猫の女の子だったのですが、トラウマのあるポンちゃんには人は怖くないと教えるいいトレーナーになったと思います。しばらくはジャン君こんな感じですから、よろしくね。よろしくね。ジャン君とお茶の距離なんか微妙に近い感じです。すごい近い。見つめ合っています。まさかラブラブだね。あ、おや。ポンちゃんかわいい。その感じって、あ、そう、ジャン君、ポンちゃんが二人で見ています、こっちの二人もビビってるね。うん、ビビってるよね。ちょっとビビってるね。ちょっと待ってください。
ポンちゃんに怒られながら、ポンちゃんの羽で遊んでくれるのね。ポンちゃんも遊んでくれるの。3人で遊んでるよね。はい、と猫砂移しておけばよかったね。ごめんね。出しますよ。まだね。あ、出しちゃった。やるやる。いちご。ジャン君なら乗り越えていけるでしょう。本当だ。電磁引きだ。はい、ジャン君。子猫たちが巻き起こした嵐は1年間だけでしたが、ジャン君とポンちゃんにとって何を残したのかはよく分かりません。人間との関わりと猫の社会をいっぺんに経験したということになります。はい、緊張してますね。まだジャン君、ポンちゃんが寄り添っているのでまあなんとかなっていますが、ジャン君はやっぱり怖がりですね。ジャン君、そうね、新生活の朝です。さすがにもう緊張はしてないと思いますが、ちょっとなぜとかかな。ちょっと湿気があるね。はい、ジャン君。突然のことでしたが、東京のゴミゴミした町から東京まで1時間ちょっとの距離の自然が寄り添う都市に引っ越しをしました。環境の変化にはジャン君よりもポンちゃんが強いようで頼りになりました。ポンちゃんによく似合うよ。後ろがちょっと豪華になってるから黒猫にはいいね。はい、じゃあ進めましょうかね。しんしんさん、皆様こんにちは。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。パパとママの気持ちが穏やかになったのがジャン君とポンちゃんに伝わってまったりと暮らすようになりました。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、はい、ポンちゃんもなんか言ってるね。うん、何ですか。はい、何か言おうとしてません。そうなんですか。
おはようジャン君。はい、あぐらに乗るジャン君から今日はスタート。甘えてます、甘えてます。ジャン君、昨日は長いお留守番でした。よく頑張りました。はい、いい子でした。いい子だね、ちゃんくん。今日はいるよ。あ、お水だね。はい、パンちゃん。パンちゃんもストーブの前にいるんだよ。パンちゃん、結構運動したよね。キックしなかった。偉いね。はい、パンちゃん。はい、パンちゃん。おお、落ちた。はいはい。世界が新型コロナの蔓延で外出を控えるようになってジャン君ポンちゃんは喜んでいます。なんかすげえかわいいことになってますけど。このアングルはどうだ。今やろうか。あ、ブラシ。ここ。これですか。これですか。いつものやつ。うん。来た。おや。よりこっち来ちゃうの。よいしょ。間にハサを持って。はいはい、いい子ですね。っていうことですか。よしよしです。ジャン君。はいで。はいで。はいで。はい。あいや。あれ逃げた。あいで。なんか変な状況で呼ばれると少し嫌な思い出とかもあるのかな。病院じゃないよ、ジャン君。ジャン君。あいで。はい。はい。はいはい。おいで。ジャン君。どうぞ。はい。
はい、ジャン君。はい。ジャン君かわいい。そんなに可愛かったら撮るしかないじゃん。ジャン君。ジャン君。その前にゴロンしてよ。どうしてもこれがいいのね。ゴロンちゃん。あ、いいね。ジャン君、はい。毛がいっぱい舞いましょう。さあ、朝ごはんでも作りに行ってきましょう。あれれ。こっち側は反対は初めてだ。こっちだね、いつもね。あれ？逃げるんですか？コロナのせいで外では3密を避けている分、家の中では密着度が上がって、ジャン君が自分から膝に乗ってくるようになりました。これがあのシャーシャージャン君の10年後の姿です。たくさんある保護猫のお話の一例ですが、何かを感じていただけたでしょうか。ゆっくりと付き合っていけばみんないい子なんだと思います。